はい、アコギチャンネルです。今回はギター初心者から初級者へレベルアップする練習方法をお話しします。ギター初心者からなかなか抜け出せない方がいると思います。今回は僕がギター初心者から初級者へレベルアップした具体的な練習方法をご紹介します。この動画を見ると初心者から初級者へレベルアップできますので、最後まで見てください。アコギチャンネルではギター初心者がうまく弾けるテクニックや作曲方法、オリジナル曲を配信しています。チャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。また、東京でギターの個人レッスンをしていますので、ご興味のある方は概要欄のホームページからお問い合わせください。それでは説明します。一つ目はコード名とコードフォームを一致させて覚えるです。コード名を見てコードを押さえられるようにしましょう。初心者の頃はコード名を見てもコード表で確認しないと押さえ方がわからない方がいると思います。その状態だと曲を弾くときにコードの押さえ方がわからずスムーズに曲が弾けません。なのでコード名とコードフォームを一致させて覚えるようにしましょう。例えば D7 スコードを見たらすぐに D7 スコードのフォームを押さえられるようにしましょう。覚えたコードは他の曲でも出てくる可能性がありますので、その曲に知っているコードしかなければ、コードを練習する時間が省けます。時間的にも効率が良いので、コード名とコードフォームを一致させて覚えるようにチャレンジしてください。二つ目は、左手と右手を別々に動かすです。左手と右手を別々に動かせるようにしましょう。初心者の頃は左手と右手が一緒に動いてしまう場合が多いです。左手のコードを押さえるタイミングと右手のストロークのタイミングが一緒だとうまく弾けません。なぜなら左手のコードを押さえるタイミングは右手のストロークを弾くタイミングよりも少し早いからです。例えば C コードから D コードにコードチェンジするとき、D コードを弾くストロークのタイミングよりも少しだけ早く左手で D コードにコードチェンジをしてからストロークを弾きます。もし左手と右手が一緒に動いてしまうと、コードを押さえ終わるタイミングよりもストロークで弾くタイミングが早いため、音が綺麗になりません。なので左手と右手を別々に動かすように意識して練習しましょう。意識して練習すればできるようになりますのでチャレンジしてください。3つ目はコードの音をきれいに鳴らすです。コードをきれいに鳴らすようにしましょう。初心者の頃はコードがきれいになりませんが、1弦ずつ音を確認して鳴らない弦があったら鳴るように改善しましょう。でないといつまで経っても音はきれいになりません。自分が押さえやすいフォームでコードを押さえるのではなく、音が綺麗になるフォームでコードを押さえるように心がけましょう。コード表と自分のコードフォームを比較して、うまく押さえられていない指を改善すれば、綺麗に音が鳴るようになります。例えば B7 スコードの場合、中指の位置がフレットから離れているので、綺麗に音が鳴りません。なので中指をフレットの近くに押さえるようにしてください。そうすれば音が綺麗になります。もしうまく押さえられないコードがありましたら、コード解説の動画をアップしていますので参考に見てください。4つ目はストロークのタイミングを正確に弾くです。ストロークのタイミングを正確に弾きましょう。初心者の頃はコードをうまく押さえられず、ストロークのタイミングが遅れてしまいます。また、コードをう
まく抑えられても焦って早くストロークを弾いてしまう場合があります。特に初心者はアップストロークを早く弾いてしまう場合が多いので気をつけましょう。なので曲のリズムに合わせて正確なタイミングでストロークを弾くように心がけましょう。5つ目は薬指と小指を素早く正確に動かすです。薬指と小指を素早く正確に動かせるようにしましょう。初心者の頃は薬指と小指が思い通りに動かず素早く正確にコードをうまく抑えられません。おそらく初心者の苦手なコードは F コード、B セブンスコード、C セブンスコード、B マイナーセブンスフラットフィフスコード、など薬指と小指を使うコードが多いと思います。なので薬指と小指が素早く正確にコードを抑えられるように練習しましょう。練習方法は簡単です。指板上で薬指と小指をゆっくりと交互に押さえます。慣れてきたら速度を速くします。素早く正確に抑えられるようになったら、音が綺麗になるように練習しましょう。この練習で薬指と小指が自分の思い通りに動くようになり、難しいコードもうまく抑えられるようになります。ぜひ試してください。それではこれでギター初心者から初級者へレベルアップする練習方法を終わりにします。この動画が役に立ったと感じましたら、高評価、チャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。あなたもアコギチャンネルの仲間になって、一緒にギターや作曲を頑張っていきましょう。ご視聴、どうもありがとうございました。